豚骨ラーメンの起源についてお話しします。多くの方は豚骨ラーメンといえば福岡市の博多や長浜を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし実際にはその発祥地は福岡県久留米市なのです。昭和12年に久留米市の西鉄久留米駅前で南京千両というラーメン屋台が開業しました。この店の創業者宮本時義はもともとうどんの屋台を営業していましたが、鶏ガラスープを使用した品そばの情報を得て、その後豚骨のみを使用したスープを開発しました。これが初めての豚骨ラーメンとされています。宮本氏は長崎出身で濃厚なスープに馴染みがあったため、こってりした豚骨スープを作り出すことができたと言われています。その後昭和22年に偶然生まれた白濁スープを提供するサンキューラーメンが登場し、その常連客が独立して小紫、味仙ラーメン、経過などが誕生しました。こうして久留米市から始まり、熊本を経て福岡市に広まった豚骨ラーメンは九州中に浸透していきました。現在久留米市を境に北部ではスープが薄く、南部に行くほど濃いスープが主流となっています。麺の種類も地域によって異なり、博多長浜ラーメンは細麺が一般的ですが、九州全域では太麺が多く使用されています。発祥地の南京千両では縮れ麺を使っているのも特徴です。以上が豚骨ラーメンの歴史と地域ごとの特徴についての概要です。次回福岡を訪れた際にはぜひこの背景を思い出しながら味わってみてください。